新しい普通みたいなものを今回作りたかった。これまでの冷蔵庫っていうのは住環境の制約ありきで形が作られてて、ワイドは決まっていて、容量が欲しいから奥行きと高さでこう調整をしている。冷蔵庫って食品を保管して家族みんなが毎日何回も触るものなのに、なんかその中で物が傷んでたり見えないところがあったり届かないところがあったりって、ちょっと使いやすさが二の次になってるのかなっていう風なのは感じていました。小柄な方だったら上の棚とかっていうのは本当にこう見上げる形になってる人が多くて、手を伸ばすにもこう肩を張り上げなきゃいけなかったり、それプラス背伸びをしてたり、家電を作るっていうよりかは暮らしを作っていて、いたずらに容量を増やすんじゃなくて、これぐらいの容量があればやっぱり十分だし、二人だったり家族で使うものだからこそ、自分は使いやすいかもしれないけど一緒に使う誰かが使いづらいものって、それってなんか気持ちよくはないよねって、その上でちゃんとこうきちんと目と手が届くことの気持ちよさみたいなものを感じてほしいな。